VW&アメリカンカーズ、ワーゲンとアメリカンの、あ、確かにね、これアメ車ですよね。でミニクーパーでしょ、これシェービー版ね、ありますよね。ああすごい懐かしいですね、117クーペね。向こうのやつ俺名前シェルビーだったの、なんだっけ名前忘れちゃったもん、はい、こんにちは。こんにちは。いやここは、サービス&カスタムナインダイブスです。ナインダイブスなんですか。はい、ようこそ。ものすごい癖のありそうなオーナーさんでよかったですか。行きました。はい、どうしてもうちのプロデューサーが行くって言うんで、無理やり連れてこられたんですけど。無理やりか。はい、無理やり来ましたけど、また癖のある車ばっかりですね。ですよね、はい、売り物ですか。売り物、もう売れちゃった、売れちゃった。あ、そう、これは売り物です。いかがですか。いや、まあ手間かかりそうなんで遠慮しておきます、ね、わざわざ自分から火の中に飛び込まなくてもいいのかなと思って。アメ車が大体ほぼ多い、まあ、メインはアメ車なんですけど、まあ、僕車何でも全般好きなんで、はい、まあ、ミニだったりとか、はい、ワーゲンだったりとか国産旧車だったりとかも全部やります。このミニもレアですよね。トラックのミニクーパー、これ1968年。あ、同級生で、同級生ですよ。52年前ですよ。俺も実際こんなんなんか。はあ、これが売れるんですか。これは熊本に行っちゃいます。そうですね、こちら今整備中ですか。そうです。エアコンがついてないんでエアコンつけようかと。カメラコンバーチブルって珍しいですね。珍しいですね。はあ、シフトレバーがかっこいいですね。ああ、これ何式っていうんですかこれね。あ、エンジンはホーリーキャブ350ですかね、これ。350です、ね、はい、はいはいはい、なるほど。ちなみにこれクーラーは、再来週ぐらいに着きます。再来週ぐらい。今から？あ、多分うちの可愛い孫です。あ、ラン。え？お孫さん。おいで。こんにちは。え？孫です。孫ってことは娘さん。嫁さん。嫁さん。え？ひょっとしてお腹、お子さん。もうすぐです。何ヶ月ですか？もう来週。え、こんなことしてる場合じゃないじゃないの。名前はね、男だったら安江。女だったら安子にしましょうか。そう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 。へ、うん、家近くなの、うん、すぐそこ。あ、こんにちは。こんにちは。これ日産のやつでのプリンスですね。プリンス、プリンスなんてやつ、グロリアっての。グロリア、ちょっと待って、あ、結んであるや。あ、結んである、ね、あ、これもう見たことあるの、映画でビデオで仁義なき戦いみたいですね。あ、そうそうそう。もうこのハンドルがもう仇じゃないことを物語ってるね。このハンドルが、これも見たことあるの、映画でビデオで仁義なき戦いみたいですね。あ、そうそうそう。もうこのハンドルがもう仇じゃないことを物語ってるね。このハンドルが、これは何、在庫車。これ僕の私物。私物。初号は39年。いや、同じ年式のコロナ持ってます、はい。あ、ですよね、はい。これ、いくいく起こす。起こす。もう部品もちょっとずつ揃えて、今。早くしないと、うん、僕たちには時間ないですよ。早くしないと。これ、探すの難しいですからね。ないでしょうね。は、うん、もうこのエンジンは使えないでしょう。いやいやいや、頑張ります。本当？頑張ります。直4なんだ。直6。直6なの、うん。G7 エンジン。
当時ね、これホーンがでかいに、これ、うん、これがいい音するんですよ、うん、またホーンなんですよ、ね、ここを見てくださいよ、ちゃんとプリンス、プリンス、プリンス自動車工業って書いてあるよ、日産じゃないよ、ね、プリンス、プリンスでね、こちらはあの117クーペね、117クーペ、これも起こす予定、いつかは、そう、うん、これもだけど今はもう名車になってものすごい希少な車ですよね、うん、もうこの頃ハンドメイドじゃないんですけど、あ、そうなの、当時は、うん、ハンドメイドなの、後ろの板金だけハンドメイドですね、これもアメ車ですよね、あの日野のコンテスさんに似てる、なんとか似てるけど、これあのポンティアックのテンペスト、これエンジンが面白くて、わかんない、V 型の片方しか使ってない、え、どういうこと、こ本当はこうなのに、うん、片方しか使ってない、あ、片方だけこう、うん、そんなことができるわけ、うん、あの昔結構あったんですよ、片方バンクを使わない、そう、で4気筒とか、4気筒 V じゃないから直列の4気筒、キャブレタがちっちゃいなへ街角に出かけたらこんな車がこんなとこにっていうコーナーですけども隠れた名店と言いましょうか、結構整備とか、なんかそういうこともいろいろされるそうで、そうですね、あ、もう昔の車は任しとけと、うん、そんなとこですね、はい、分かりました、町のモーター製です、なるほど、僕もこういう古い車結構持ってるんで、また困った時は相談乗ってください、はい、はい、お昼の方もまた遊びに行きます、ぜひ、はい、はい、行かせてもらいます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。